イアン・ハンターはイングランドのシンガーソングライター。イギリスのロックバンド、モッド・ザ・フープルのリードシンガーとして1969年の結成から1974年の解散まで、また2009年時点の再結成において在籍したことで、最もよく知られている。ハンターは、モッド・ザ・フープル加入前からミュージシャンにして、ソングライターとして活動しており、 バンド脱退後も変わることなくこのスタイルを継続している。健康状態は良くなく、商業的成功に対して幻滅していたにもかかわらず、ソロキャリアへと乗り出した。ジギースターダストザ・スパイダーズ、フロム・マーズ時代からデビット・ボーイのサイドマンにして、アレンジャーであったミック・ロンソンとよくコラボレーションにより活動した。モッド・ザ・フープルは一定の商業的成功に達し、 少数ながら熱心なファン層を魅了した。ハンターはソロアーティストとしてあまり知られていないことであるが、ロックメインストリームの外側でより広範囲にわたり活動していた。彼の最もよく知られるソロ曲は、ワンスビトゥン、トワイスシャイト、クリーブランドロックスである。ハンターは2015年に初来日公演を行った。1980年代半ばから日本に、 在住している、モッド・ザフープルの下、キーボーディスト、モーガン・フィッシャーがゲストとして、アンコールに登場した。ありがとうございます。